オンチェーン分析会社のサンティメントは、過去24時間にほとんどのアルトコインで見られた最近の上昇にもかかわらず、暗号市場は比較的買われていないように見えると指摘しています。ビットコインが$44,000、イーサリアムが$3,080に回復し、アルトコインが過去8時間の主なブレイクアウトの主役となりました。複数の時間枠にわたる平均的なトレーダーの収益は、依然として緑の後期の領域に多くの資産を持っています。カルダノは成果にもかかわらずまだ買われていない。カルダノ ADA ネットワークは、過去数日間のトランザクション量の点でビットコインとイーサリアムを追い抜くなど、ここ数ヶ月で多くのマイルストーンに到達しました。人気アナリストのカルダノデイリーによると、ネットワークの成長が進んでいるにもかかわらず、ADAは過小評価されたままであると述べています。また、暗号アナリストのアリ・マルティネス氏によって投稿された、サンティメントの実現価値に対する市場価値、MVRV 指標によると、カルダノは最近の価格レベルでは過小評価されているとのことです。彼はツイートの中で、MVRV 指標は2020年3月の市場暴落以来、カルダノがこれほど過小評価されていないことを示していると指摘しています。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。